1212、1212、1212。どうも皆さんこんにちは。富士市役所の筋肉王こと福島ゆうきです。今回は中里にある浮島ヶ原自然公園にやってきました。浮島ヶ原の湿原には貴重な動植物が生息しています。市では浮島ヶ原湿原の貴重な植物や自然風景を保全し、身近にその自然が観察できる自然公園として浮島ヶ原自然公園を整備しました。今の時期は白花桜たてが見ごろを迎えています。浮島ヶ原自然公園では自然観察会なども行われています。ぜひ皆さんも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。今回の富士広報室は富士市トピックスをお送りします。最初の話題は高校生職業体験の様子です。静岡県立富士高等学校の1年生が富士市役所の仕事について学びました。職業とお話をする機会があるんですけれども、そういったところで3年前28年度の高校まちづくりの富士市役所で働いていることを感じたのです。特にこの若い世代、15歳から39歳までの若い世代というのを続けていますけれども、そういう人たちの人口減少をいかに止めるか、いろいろなこの施策を取り組んでまして、少しずつだけれども減少のスピードがこう緩んできます。友達とかを見たときにどこ連れてっていいんだろうって、全くあの答えが出せなかったのは事実で、何が一番自身のことをするとですか。あ、むしろあると思います。韓国スポーツ半分押すとピントが合います。で、バシャッと押すとこっちがいいかなとか、こっちの方がいいかなとか。カメラマン笑うとか俺も笑うでも東京の方がさ、新しいものとかさ、結構バンバン入ってくるじゃん。深い思い出とかが作れてないから、簡単に東京とかに流れちゃうのかな。僕はずっと昔から公務員になりたくて、市役所に憧れてたんで、今日こういう機会をいただいてすごくありがたかったです。硬いイメージからちょっとこうなんですかね、柔らかいイメージっていうか、ちょっと和やかな感じの
イメージにちょっと変わったところがありますね。市長さんが、野球をするとき空振りをしてもいいけど、バットを振らないことはするなと言っていて、空振り失敗してもいいけど、でもやることを放棄するなという話をされていたので、そこでああと思って、もう何が何でもやるに越したことはないんだなと思って、これからの生活に生かしていきたいなと思いました。